エンジェル・マトリックスのネオン・ホワイトは日本のコンテンツの現在地が反射的にわかる傑作インディーゲームです。ジャンルはファーストパーソンビューシューティングの操作を採用したスピードラン系のプラットフォームアクション。カードゲームのようなスキル要素や日本のアニメのような恋愛アドベンチャーが幕開に展開されます。パッと聞くと何を言ってるかわからないと思いますが。 実際、これらの要素がうまく噛み合ってゲームを構成しています。ゲームの仕組みを公式から表現を借用して説明すると、プレイヤーは地獄から引き上げられた暗殺者であるネオンホワイトとして制限時間以内にゴールまで向かいます。ステージに配置されたソウルカードを集めて敵を攻撃したり、またはソウルカードを破棄することによってジャンプやダッシュといった固有の移動アビリティが発動されるので、 これを駆使してなるるべく早く早ゴールするスピードランゲームです。その幕あいには、日本のアニメのような恋愛アドベンチャーが挿入されることで、ストーリー性を引き上げています。リードデザイナーのベン・イスポズトは、町に出現する穴を操作して、町中のいろいろなものを飲み込んで穴を大きくするゲーム、ドーナット・カウンティの作者として知られます。また、名作インディーゲーム、フィンチ家の奇妙な屋敷で起きたこと。 ファットリエンズ・オブ・エリス・フィンチの制作にも参加していました。そんなクリエイターが、日本の影響を受けたゲームを作ってると驚くかもしれませんが、実はそんなに不思議なことではなく、多くのインディーゲーム人気ジャンルは日本で誕生しています。ただし、それらの日本っぽいゲームは、今では日本だけでなく、世界中で作られてるわけです。では、物語はどうでしょうか。前日の通り、舞台は明るい。 天国です主人公ネオン・ホワイトは記憶を失っており、半ば強制的に天国に残るための悪魔狩りゲームに参加させられます。一緒にゲームに参加する面々は、どうも過去に自分とつながりのあります。ホワイトはコース内で友人の大切なものを拾うことで、交流が深まり、徐々に生前の記憶を取り戻すという流れです。日本のプレイヤーには、騎士感がある設定ではないでしょうか。 主人公が死んだり世界が崩壊した後も日常が続くその終末後の日常は暗いどころかむしろ明るいというのは近年日本の娯楽作品によく見られる描写です明るい終末というジャンルです同じビデオゲームというジャンルでも「ゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルド」13騎兵防衛圏ニーア・オートマタと意図的に終末後の世界は明度を上げて描かれています 近年というのはもともと終戦から成長期の終末イメージは空襲や原爆の具体的なイメージからリアリティをもって表現されており当然暗くなっていましたゴジラ日本沈没このような終末描写はアニメやゲームを経由して海外にもフォロワーを生んでいます本作「ネオンホワイト」や「パラディスキラー」です明るい終末では、 世界はすでに終わった後に物語を構築するので、しばしば週末前の記憶を断片的に回収して、ユーザー自らが物語を再構築することが求められます。